こんにちは、ひろきです。そしてはい、お、始まった前川です。そしてはい、ゆぎまです。前川ですってみんな前川だけど今回の企画なんですが、先日誰に呼びかけてるんですか。先日、前川さんの、新しい競走馬の名前を募集したんですよ。それで皆さんから寄せられた中から選びますと言って、はい、今回かなりたくさんの応募が出揃いましたので、はい、締め切らせていただいて選びたいと思います。どんな馬なのかとか、その馬の境遇みたいなものは、前回の前川さんが馬の名前を募集するっていう動画を見てください。そちらの方で全部、前川さんが話してくれているので、早速ですけどもかなり来てますよ。来てますね。前川さんがちょっと気になった馬を、うん、だーっとメールが来ました。いいですよ。気になった馬を、選んでいきたいと思いますので、ちょっと気になった馬をまあちょっと見といてください。分かった。はい。前川さんも、いやいや前川さんもですよ。2人で選ぶの。そうです。馬のセンスないんだもん。でもその意味とかがありますから喧嘩も。うちの方がさ、可愛いすぎる名前で走らない。今回募集したのは馬の名前、そして馬の名前の理由、由来ですね。そして、前川ファミリーへのメッセージもいただいたんですが、全部ちょっと紹介することはできないので、気になったものを、どんどん、紹介していきたいと思います。たくさんの応募ありがとうございました。さあ、じゃあ前川さん、まず1枚目。馬が一番大きく映ってるぞ。いや、俺一応これパソコンやるからねこうなんていうの、この遠近感、遠近法だから、遠近法だから一周ぐらいに見えるんだよ。いや、そうね、ユキが前にいるみたいに見えるけど、俺がもう俺消えてなくなりそうだよ。じゃあみんな小顔効果でいいじゃないですか。今回僕がなんでここにいるかというと、競走馬っていうのは同じ名前つけられないんですよ。その馬が過去にいるかどうかを僕はここで検索していきますので、さあ、じゃあ1ページ目から気になった馬、1ページ目はね、20個、30個くらいですね。なんか気になる名前ってありましたか。あった。俺はね、気になる名前なかったです。なかったですか。おう、1ページ目はあんまり。ただね、名前というよりもこっちにね、前からファミリーメッセージが来てるんだ。来てます。で、このメッセージが来て、メッセージで選びたくなるね。なるほどね。だけどこれメッセージ読むとキリがないもんね。そうです。全部はちょっと読めないんで、だからこれは申し訳なく名前だけで気になるものを言ってみたいと思います。そうです。僕はね、1ページあんまりピンときてない。ピンとこないですね。ありますか。何がある。トコトワとか。トコトワ、長崎県に住んでる方からです。佐世保市です。はい、佐世保の方です。そうですね、コロナウイルスが感染が拡大し、今までの日常と変わりましたが、人間一人一人が今回の経験を忘れず、これをプラスに考え、日々の何気ない日々に感謝しながら生きていく。そうだな、それはやっぱり気づいたよね。はい、この今の私たちの思いが永遠に心から消えないように、とことは漢字で書くと、常にの常に永遠、とことはという言葉なんですね。それをカタカナでとことは。そんな願いを込めて前川さんの馬の赤ちゃんにつけてもらいたくて考えましたという。かわいい。よかぶさんからも、はい、だから今の時期ならではの名前かもしれないですね。これにしますか。いや、めちゃくちゃあるのに。いやいや、それはね、この方もあるんですけど、じゃあ、これ僕の方でキープしていきます。で、これ、どんどんいきますから。一応、とことは。僕、ちょっと面白いメッセージがあったんですけど、ワンモアチャンスってつけてくださった坂本さんという方がいて、で、これ、ワンモアチャンスはいました、もう。もともと。いるんだ。で、その前のゆきちゃんっていうのもいました。あ、ゆきちゃん。これじゃこれじゃね、ゆきちゃん。そうですね。で、このワンモアチャンスの。走るわけなくとって。ワンマーチャンスの坂本さんという方、東京砂漠は前川さんの馬につけてほしかったっていうメッセージが来てるんですけど、これね、実は東京砂漠って馬いるんですよ。今強いんですよね。しかも今中央っていうか、その中央という地方競馬の地方競馬というか、そっちので名前がいるんです。はい。なんで僕がこれ選んだかというと、東京砂漠っていう名前をつけた方が結構いらっしゃったんですよ。結構ね、かぶってる方いっぱいいました。あとね、1ページ目でいうと、例えば奇跡とか。奇跡、奇跡っていうのは本当にいろんな強い馬がいるもんね。そうです、そうです。現役の馬が G1 も今現役で走ってる馬が。じゃあ2ページ目、そのままいってみます。2ページ目で旅好きという名前をつけてくれた方がいるんですけども、これもう旅好き、実は前川さんが今年デビュー、今年デビューの馬に、去年かデビューの馬に全然走んないもん。高いお金で買ったのにもう見事に走ってもらえません。見事。旅好きってやっぱ歩く番組だから馬が歩くんだわ。なるほどね。それ気づくの遅かったですね。そうそうそう。英語だったらなんとなく意味わかるじゃないですか。うん。だけどわかんない言葉ありますよね。今回多かったのがね、フランス語、ポルトガル語がめちゃくちゃ多かったです。プリエムニク。はい。プリエムニク。これ聞いたことないもんね、この言葉。ないですね。ロシア語だ。これロシア語で後継者という意味です。通りが難病を乗り越え、頑張って産んでくれた希望の後継者になってほしいという意味を込めて。で、ユキナが気になるのは。じゃあ、アンジョーカンタ。アンジョーカンタ。ポルトガル語で天使が歌うっていう。はい。その次に。しかし、本当に俺たちは考えない名前が来るね。そうですね。すごいね、これ面白いな。でも、アンジョーカンタって、ちょっと、ほら、騎手のことを。アンジョーはって言いません。あ、蔵の上って書いて安城っていうんで、これ実況の人大変かもしれないです。安城カンタ、安城カンタ。じゃあ3ページ目いきます。はい。笑えるゆきなちゃん。ゆきなちゃん、カレンちゃんのように活躍してほしい。無理。これさ、これ英語で来てるのこれ。ビゴロース。英語だそうです。なんていう意味？活発。なんて読むのこれ？ビグロス。そうですね。あ、だけどこれね、ビブロスっているんだ。なるほど。似てるな。ビブロスってあれ佐々木さんが持ってるんじゃないの？佐々木大魔神が。ディープインパクトの子供で佐々木大魔神の、さすがそうだ、ドバイ行った馬ですね。ドバイターフで走ってた。そうああ、ちょっとあれか、そうです、ドバイターフ取ってる馬です。なんかルナフォワードとかかわいいなって。どこよ。ルナは女の子らしい雰囲気、フォワードは前へ。前川さんの前、前川の前もかけてくれています。ルナフォワード、はい。じゃあ次いきます。はい、一番上の名前にひまわりっていう名前がありますよね。ひまわりっていうのも実は何個か来てたんですけど、ひまわりをハワイ語で送ってくれた方がいたんですよ。ナーナーラーっていうのがひまわりのハワイ語で、オナラじゃないですね。ひまわりをちょっと可愛く変えてくれたのが。なるほど。これ見落としてた。そうですね。これ面白いかもしれない。ちょっとこれも入れときましょう。だから今回かっこいい名前なのか、あとこういうポルトガル語とかで意味が調べないと分かんない名前にするのか、はたまた例えば東京砂漠みたいなちょっと「お」っていうのにするかってのも、それはね、3パターンどれかでしょう。結構つけてるもんね。そう、恋歌とかさ、恋歌クールファイブも。だから俺の感じとしてはなんか今までこう聞いたことないような、なるほど言葉の方がいいかもしれないですね。面白いなと思いますね。マローネアンジェロとか。バノーレアンジェロ。イタリア語で栗色の天使という意味です。あれ栗色だって、栗毛だったっけ？栗毛です。栗毛という栗色、茶色ですよね。ちょっと明るめの馬なんで栗色の天使。マローネアンジェロ。これもじゃあチェックしておきますよ。はい。じゃあ次のページ行ってみますよ。こんなたくさんもらったんだ。そうです。これちなみに今のこの中から1頭だけよ。そうですよ。今のページにそれも来年再来年だよ走るの。そう、成長過程よ。成長過程。それでこの前お母さんが、いやまだね、これ鳥川いるんですよ。はい。まだいるし、だけどこの腰、そういったものがもうちょっとこう歩けない状態で、母親として難しいなということで母乳をやらないといけないんで、違う母親に今代わって育てられてるんですよ。9月ぐらいだったら縛られすんじゃないかな。だからそういった時にそういうふうになりましたっていう動画を向こうから送って、そうですね、全部その成長過程を見せて見てもらいたいね。そうですね。競馬というものは人が乗るにはこんな大変なんだっていうこともお教えしましょう。そうですね。そうだね。今はアイルランドにいるんですよ。そうですね。今年の秋に運ぶか来年の秋に運ぶか、どっちかですね。日本に運ぶかどっちかですね。なるほど。だからそこまでの追っかけていきましょう。じゃあイカヨカエンジェルってのもいましたよ。イカヨカエンジェル。イ釣り岡を見て1投目でイカを釣ったところからつけましたというチャンネル、そうですね、チャンネルを見た人からも来てましたから。はい、じゃあ次、これかわいいな。何？アンジョポポ、ポルトガル語で可愛い天使という意味です。動画を見ていて前川さんがこの子馬さんに愛情を注いでいらっしゃるのがとても伝わってきて、可愛い天使、そんな名前がふと浮かんできました。俺今までお馬さんこうね、乗ったことありますけど、これほどね可愛い馬ってね、わあ馬って可愛いなと思ったことないんですよ、あんまり。なるほど。じゃあその可愛いっていうのは一個ヒントになるかもしれないですね。ステラマリス。ステラマリス。ステラマリスはラテン語で海の星、キリスト教ではマリア様を意味します。ステラマリス、あ、南山高校の後輩ですって。おお、前川さんの後輩、お父さんの高校。そう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 、高校。お父さん高校行ってたんだ。全くないだろ行ったんだよ、2年まで。あ、そうなんだ。で、野球やってたんですから。普通は3年まで行かないといけないのに、俺2年で卒業はしてないですからね2年で。それめちゃくちゃ頭いい人だけど逆ですから、2年で行かなくなっただけです。ご視聴ありがとうございました。よろしければなんだっけチャンネル登録だ。チャンネル登録チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そして公式のインスタグラム、ツイッターのフォローもぜひともよろしくお願いします。じゃあねー。チャンネル登録っていうのか。